guys! 皆さんこんにちは、ちなです。今日は駄菓子を食べていきたいと思います。もう超大好きな駄菓子なんですけど、なんで今日駄菓子を食べていくかと思うと、最近ね、なんか自分の魅力だった素直さとか純粋さがなんかだんだん消えてきちゃって、なんか仕事でもプライベートでもなんかああ言ったらこういう、こう言ったらああいう人たちに立ち向かう忍耐力とかがなんかついてきちゃったのが最近自分なりにショックで、なんか小学生の気持ちを取り戻したいなっていう気持ちになったので、駄菓子を食べて小学生の気持ちになってみたいと思います。もうなるかどうかわかんないけど食べていきたいと思います。イエーイ。でもこういうのもなんか結構留学とかで持っていくと面白いかもしれないですねっていうことでやっていきたいと思います。で、あ、落ちた。で、このラムネなんですけど、ラムネは結構アメリカのジャパニーズレストランでラムネとかでも通じるし、あとジャパニーズソーダっていう売られ方もしています。では早速、おー、ラムネを飲みたいと思います。いけた。ピエンミが走る。まあいいや。はい、いただきます。おいしい。何から食べようかな。ね、もうこのね、このスーパーで買う駄菓子がすごい懐かしくて、すごい大好きに、このね、マーブルはどっちにも入ってるっていうね、もうね、5つのお菓子が1つになってるっていうね、その贅沢さもいいですよね。あ、これ絶対留学持ってって絶対人気になると思う。これ絶対お土産でなんかいいと思う。小さいし軽いし、いろんな種類の日本のお菓子が楽しめる。なんか結構大勢で食べたりもできるから、パーティーとか持ってけるよね。はい。あ、もうすごい可愛いんだけど。もう超小さいお菓子たちがこうやって入ってる。じゃあ私の懐かしいお菓子はチョコベイビー。見えるかな。こうやってね、お菓子の裏にゲームとかがあるのがすごい懐かしいですよね。見えますか。まあいいや。あ、懐かしい。やっぱチョコは何でも美味しい。幸せじゃない。このキャベツ太郎とトウモロコシ、モロコシは太郎、懐かしい。20円とか30円で売ってるやつなんですけど、もうすごい大好き。これはマジで、なんだろう、ソースの味だから海外に持ってってもすごい日本っぽいねって言われるかもしれない。おいしい。本当においしい。じゃあトウモロコシ、懐かしい。こんなになってる、かわいい。うん、なんかおいしいけど薄味かもしれない。なんか海外に持っていくなら、どっちかというとこっちのキャベツ太郎の方が日本の味がするかもしれない。うふふむが。これ懐かしくないですか。このお菓子が、あ、じゃあお菓子じゃない、おもちゃが入ってるんだけど、これでなんかお姉ちゃんの方が絶対いい おもちゃが当たっていて、ず
とずるいなって喧嘩してた。でこれはグレープ味です。でこれは音が鳴るラムネなの。カブカブカブ。やばい、もっと遊ぼうと思ったのに。さグレープの匂いが美味しそうすぎて食べかっか。うん、美味しい。おもちゃなんだろう。コリスおもちゃ箱。懐かしい、このパッケージ。あ、しかも女の子用だ。知らなかった、これ女の子用とかあるの。何？え、何これ。え、何これ。オッケーオッケー、まな板と包丁だわ。まな板これわかんないよ。ウケる。え、まな板と包丁当たったんだけど。かわいい、やった。え、かわいい。こういうおもちゃも楽しいよね。はい、次うまい棒いきます。私の大好きなうまい棒を5種類を用意しました。ほっ、おいしそう。チーズ、エビマヨ、照り焼きチーズバーガー、照り焼きチーズバーガー、照り焼きバーガー、野菜サラダ、コーンポタージュ。もう全部おいしい、全部おいしいけど一番恋しいのはこのエビマヨ。エビマヨなんかすごい懐かしいんですけど、すごい懐かしい。これ絶対アメリカ人好きだから、すごい美味しい。で次、私の大好きなふ菓子。これは海外受けはすごい悪いかもしれない。ふ菓子ってそもそもふって何って私は思ってる。ブラウンシュガーでカバーされてるなんかフラッフィーなお菓子なんだけど、なんか私はすごい大好きだけど、海外の人には何これっていう味かもしれないです。うん、美味しいけどなんだかわかんない、なんだかわかんない味でもう私食べてるの。なんか、なんて言えばいいんだろう。何を食べてるのかわからないけど美味しいって感じ。美味しいのかな？すごい美味しい。やばいな。じゃあ次これにする。ココアシガレット。まあすごい、まあ、シガレットって書いてあるから、タバコっぽいお菓子なんだけど、まあ私はこれがすごい好きってわけじゃないんだけど、なんか結構さ、これタバコっぽいからなんかよくパパの真似とかをしてタバコを吸ってる気分を味わってたね。すごい美味しいわけじゃないけど、シークレット。あー、やっぱり美味しくない。うん、なんかスースーするココア味の甘いラムネみたいな。美味しくない、美味しくないけど、美味しくないけど、パッケージ今思うとすごい可愛いなって思った。うん、好きじゃない、好きじゃない。もうやだ、好きじゃない。プチプチ占い。はい、これはミニチョコレートでございます。美味しそう。これでね、占っていくんだけど、二重丸が良い、丸はやや良い、三角普通、×良くないということで占っていきたいと思います。何占おうかな。恋愛にしよう。罰でした。うん、じゃあ結婚。飛んでったけど、何？結婚丸でした。
旅行なんだろう。旅行20丸がいいな。旅行三角。まあでもね、私は占いは信じないんで、しかもこれ20円の占いだから、まあ、別に信じないんだけど、まあ、悪い結果でした。かば焼きさんと須田子さん太郎です。私これ10円ですよっていう感じ。私はこの須田子さん太郎大好き、すごい大好き。あとこのわさびなんとかもあったんだけど、まあ、近くのスーパーには売ってなかった。だけどわさびのやつが本当にツーンってしてすごく美味しくて毎日食べてた。はい、いただきます。うん高い。でもこれは好きな人は好きよね。パフェはそんなに好きじゃないへん。なんかこの食感とかが海外受けする感じではないと思う。でこの酢だこも海外ではあんまり受けないと思うけど、私はすごい大好きだった。でこれを、まあ、食べて、この液もちゃんとね吸うのをちゃんと、私は行儀悪いけど、うん、懐かしい。うんうん、酸っぱい。これをこうやって細く折って、で押すとタレが出てくるの、こうやって。うん、で吸います。うん酸っぱい。うん美味しい。余裕悪いけどね、美味しい。次は甘いものに行きたいので、ビッグチョコ。これは絶対にどの国でも好かれるお菓子だと思う。これはマジで美味しいっしょ。だってチョコだもん。チョコ嫌いな人なんかいないよね、大体。超でかい。これは初めて食べるかもしれない。初めてではないけど、でかーい。うんうんうん、めっちゃ美味しい。これ嫌いな人はいないよ。これはマジで美味しい。185カロリー。一口でやめろ。一応ダイエット中だから。はぁ、これは嫌いな人はマジでいないと思う。うん、チョコゴンゴン。こういうところで貧乏症とかは行儀悪さが見られちゃうんだよね。だの指についたポテチの粉とかチョコレート舐めるのが一番好き。おいしいもん。今日は駄菓子をたくさん食べて、なんか小学生の気分になったから、明日からまた月曜日で仕事行くけど、もうちょっと純粋でね、素直に嘘つかないで元の私を生きていこうと思う。何言われてもはーいって言って、なんか生きてく。やっぱり怒っててもしょうがないし、ムカついてもしょうがないし、なんかそれに対抗してるとやっぱり自分の性格も悪くなっちゃうと思うから、私はもう何言われてもすいません、わかりましたっていう人になる。またこういう動画見てみたいなと思う人はいいねボタンをお願いします。それではバーイ。